合区を2カ所で行うなどして選挙区の定数を10増10減する改正公職選挙法は今日の衆議院本会議で自民党維新の党などの賛成多数で可決され成立しました。これにより1票の格差は平成22年の国勢調査の結果で計算しますと最大で 2.974 倍になる見込みであります。今日の採決で公明党は参議院本会議と同様に反対し、連立政権を組む自民公明両党で法案への対応が分かれるという異例の事態となりました。参議院選挙の選挙区が合区されるのは初めてで来年夏の参議院選挙から適用されることとなります。これね、はい、自民維新の、が中心となった案と民主公明民主が中心となって、はい、これ与党でも割れちゃったんですよね、野党も割れてますけど与党でも割れちゃったで、私はどっちがいいかというと、どっちかというと与党案の方がいいと、けどこれから先が重要です。はい、いずれにしてもつまり何でかというと合区っていうのはあんまり良くないと思ってるから、だからあんまり増やさない方がいい、はい、ただしじゃあこれからね、はい、地方でどんどん人口が減っていく可能性が高いじゃないですか、まあそういう方向性ですよ。その時にじゃあどん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 これが5億増えていくということになったらどうなのかと、で一番ね私が賛成なのは共産党さんがおっしゃってることです。ほうほうっていうことないだろう。私はね共産党の言ってることって消費税にしても何にしても結構ね、はい、賛成のことが多いですよ。筋が通ってるというか、でもあんまり安全保障外交ではそうでもないけれども、はい、経済政策税制とかねこういう問題について選挙制度問題について割と賛成のことが多くて、これ、山下書記局長が、はい、5億で一部の県のみが単独の選挙区ではなくなり新たな不公平が生じると、共産党はブロックを設けた比例代表制を掲げていると、はい、と言ってますけど、まあ、ちょっとねブロック比例代表制の実質という実態というものがはっきりしないから、完全に賛成とまでは言えないけど私はこれでいいんじゃないかと、この方向でいいんじゃないかというふうに思ってますけど、まあ、私はもともと小選挙区反対論者だからね、共産党と同じだからね、そこでは。まあこれそのいわゆる地方経営制だというような議論が、かなり出てきてますので、ね、このままでいくと、まあ、地方切り捨てという論点が正しいかどうかともかくとして、合区で一部の県のみが単独の選手区ではなくなる新たな不公平だというのは、私はその通りだと思います。ニュースピックアップセブン7つのニュースを取り上げました。このコーナーインターネットで毎日無料で配信しています。番組ホームページをご覧ください。4時8分になるところです。 AM1242 日本放送ザ・ボイス、そこまで言うか。今日のニュース7項目をピックアップしてコラムニスト勝谷雅彦さんと解説していきます。まず1つ目こちらです。小型機墜落事故現場検証始まる。昨日東京調布市の住宅街に小型機が墜落し乗っていた2人と住宅にいて巻き込まれた女性の3人が死亡した事故で警視庁は東京消防庁などと合同で現場検証を始めました。